はすごくいいと思って、東京を動かそう、はい、いいフレーズですよね。なんていうの、都議の活動とか発言も見えることによってやっぱり本当見えてきますよね、政治が。圧倒的に政治参加が進みます、石丸さんの公約、基本方針、政策等などなどお送りしたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。急なもうオファーでも、いや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 、もう本当に貴重なお時間を作っていただいて、とんでもないです。でそれで明日公開、昼頃、はい、プレスリリースさせていただいて、はい、で実はですね、この前に小池百合子、東京都知事のインタビューも取らせていただいて、はい、今我々スタッフ全員で事務所に来ていただきたいってこともあって、事務所に行って、それでもうその足で、あ、はいはい、よろしくお願いします、はい。石丸さんの今街頭演説の方で、はい、まあ、連日、いやもう記事出てない日はないと思うんですけど、なんかこうチェックとかされてます？スタッフの方でやってくれてるんですけど、私自身は、うん、すみません、そこまで目が通せてないです。ただ話題をこう伝えてもらえるので、すごかったらしいですよっていう言葉だけ聞いてます。記事を見る時間、お時間もないってことですか？そうなんです、はい。今どんな感じのスケジュール、じゃあ支障のない範囲で、と今は朝から晩、今まさにですけど晩まで、はいはい、ひたすら喋り続けてますね。もう声がちょっとガラガラになってきてますけど、はい。で朝は早朝何時頃起床されてたりするんですか？5時半とか。うわ、なんか寝れないんですよ。だから多分該当して、あの声を大きくして出すと多分神経が高ぶっちゃって、多分そうなんだと思います。ですよね、はい。そうすると睡眠時間は今は短いですね。まあ4時間、5時間ぐらいはなんとか寝たいなとは、はい、そこはもうやっぱり体が資本なので、はい、そこはなんとか死守してるんですけど、ただぐっすりって感じじゃなくて、なんか夜ガバッと起きてみたいな。夢は見たりするんですか？見ます。街頭演説してる夢見ます。そうなんだ。やっぱり頭の中にすごくそれがもう備わってるんですね。今日何を、昨日何言ったっけっていう、そのなんかこうぐるぐる回ってる感じです。でもあれですよ、石丸さん、あの組織もない方がですよ、で地盤もないわけじゃないですか、はい。まあ超有名っていうのはあるんですけど、それだけで東京で聴衆をですね何百人って集めるって、まあないっすよね。不思議な現象ですね。動員なんですか？動員ゼロなんですよ。でしょ、はい、ですよね。だって組織ないんだから、はい、ないんですよ、はい。なので選挙に今まで携わったもう慣れてるスタッフがびっくりします。でもこういうことってあるんだろうかって思うんですよ。例えば変な話、はい、なんか一夜明けたら自分がなんか大スターになってたぐらいの話ですよ。一番初めに東京で街頭演説されたっていうのは場所どこでした？渋谷です。渋谷、はい。だからすごかったです。もうなんか人だかりになってて、なんかそこだけハロウィンみたいな感じになってます。面白い。ギュッと寄って面白い、はい、それいいっすね、ハロウィン、はい。ちなみにね、だから都民ですよ、はい、渋谷、はい、都民がそんなに、まあ、石丸さんのお話を耳に傾けるってすごくないですか？いや夢のようなって感じはないですか？まあもうそれ以前から有名だったから、うん、まあ、でもさすがにスクランブル交差点に止めた車の上に立つと、自分今何してるんだっけってちょっとありましたね。はい、不思議でした。ですよね。もう夢はずっと続くような気がするんですけどありがとうございます。あとその多分石丸さんの場合は都民に限らず全国的に人気だと思うんですけど、そこはやっぱりなんかこの間見たら、あのお手紙なんかいただいてるのを読まれていて、まあ今時ね、若い方が手紙書いて石丸さんにっていうのはやっぱりすごい話、いい話だなと思ったんですけど、これ都民はなんで石丸さんのこう演説を聞きに来るんでしょうかってとこまでは考えないですよね。考えてしまう。もちろんです、はい。僕からしても興味の対象ですね。あ、そうですよ、ね。あの方々、あの現象というのは。そうですよね、はい。今何が起きてるんだと。日本という国で今までこんなこと私が知る限りなかったので。そうです、ね、はい。例えば前回の東京15区でいうと全然違いますけど、日本保守党さんが要するにその保守、うん、ということで、まあ結構明快だと思うんですけど、はい、それでその自民党の保守層で、あの自民党さんで飽きたらないところの方々が応援するというのは図式としては分かるんですけど、はい、石丸さんの場合ってやっぱりその、まあ、現代的っていうのはあっても、思想的には別に右とか左とかじゃないですよね。そうなんですよ。右とか左とかを選んだ人じゃないないんですよ。方々が案外右の方もいらっしゃれば左の方もあると思います、感覚としては。感覚としてはそうですね、はい。
それがそういった方々がだからつまり僕は右とか左とかもう全然好きじゃないんですけどいわゆる解説的に言えば分かりやすいけど、うん、多分メディア的にも石丸さんって何だろうみたいな扱いにくいんだと思いますなんかそういう感じあります？あります、はい、扱ってくださるのはネットメディア様何よマスメディアの方からしたらちょっと色物すぎていや色物だったら全然ないです多分僕がなんとなく石丸さんを見た時の第一印象ってやっぱり現代的でスマートお世辞ではなくてなんとかな清潔感っていうか清潔感って言葉も合わないぐらいなんて言うんだろうなアニメっぽい感じもするしやっぱり現代的な感じがするんですよねなるほど、はい、でそれって大事なことでやっぱり政治っていうとなんか油切ってるとか、うん、やっぱりそのなんだろうしがらみとか、はい、って全くないわけじゃないですかあまさにそこだと思いますいわゆる政治家っぽくない人間が政治家をやってるっていうここが面白がってもらえてるんじゃないかなと思います、うんニコニコでも当然石丸さんのファンっていう方は社員の中でいてで僕にもう毎日推薦してもうこれ絶対このね議会のやり取り面白いから絶対見ろよみたいな分かりましたって結構高齢の方です私より高齢の、はい、だからそういうとそのなんていうの今 YouTube って実は一般的にはですね、うん、政治コンテンツでいうと、はい割と年齢の高い方が大体ねいろんな方に聞くと60代以降のやっぱり女性とか結構いらしいんですよ、うんはい、大体そう言います皆さんでニコニコの場合はそれよりさらに若いんですけど、うんはい、石丸さんの例えばチャンネルとか反応とかって、はい、なんか年代層みたいな傾向ってあります？あります。おそれはぜひ高めです。やっぱり高め高めです。はい50代以上でライブ配信とかやると同説の6割ぐらいを占めますね。50代じゃん、はい、じゃあ男女比的にはどうですか？64より73よりで男性です。あそうなんですか。はい、へえ。意外でしたか？いや73だとニコニコと同じ男女比になるんですけど、はい、いやね僕が聞いたのはそれはあくまでも女性の配信者の方なんですけど、うん、大体60代以上で、はい、ほとんど女性っておっしゃってたんで、はい、はあそうなんですか。で昨日の実は記者会見公約記者会見見させていただいたんですけど、まあ、周りの方も割と高齢の方藤川さんが、ねはいいらしててやっぱりそうなんだろう石丸さんにめちゃくちゃ期待されてますよね。ああいう割とこう実績と知名度のある、はいまあ、高齢の方があれ昔からそうなんですか石丸さんってこう応援してくれる人って。振り返ってみると確かにそういう機会は多かったかなと。なんでだろう。なんででしょうね。いやそこはちょっと僕もわからないですよ。いつか聞いてみたいですよね。なんで僕を応援してくれたんですかみたいな。今はさすがに聞けないような気がする。前、ま、その方ではないんですけど、うん、他の方に聞いたことがあるのは自分がかつて願ってたこと、はい、これまで思ってたことを何か叶えてくれそうとか今やってくれてるっていうなんかそこに投影されてるみたいなのは伺ったことがありますね。なるほどね。そっか今回期待に添えるでしょうか。僕はすごくいいと思った東京を動かそう、はい、いいフレーズですよね。あれは何石丸さんお考えになったんですか。はい、それいつ考えたんですか。この1ヶ月ぐらいずっと考えててでも講演会のスタッフメンバーに話した時には大反対を受けました。いや僕すごくいいと思いましたねいやめっちゃいいと思いましたね。全然違うフレーズがポンと出てきててなんかこれでいこうみたいな ノリというか雰囲気になってたんですよ。それごめんなさい教えてもらっていいですか。その候補だったやつってそれは言わない方がいいか。言わない方がいいです。他の場面で使うことがあるので。あそうですね、はい、ただそれは自分の中ではやっぱりベストじゃないなって思って、うん、それはあなるほど。なんでだろう。なんでベストじゃないなと思ったんだろう。なんだろう自分の気持ちを表すあと自分のスタンス、スタイルを表すのにぴったりの言葉ってなんだろうと思ったら動かそう、うん、こっちだったんですね。字面もすごくいいと思うんですよね。いや僕はあこれはいいなって見た瞬間に思いましたけど。ありがとうございます。今回ですね公約の三本柱ということで、はい、政治再建、都市開発、産業創出、これ言葉で見ると、はい、言葉尻だけ見るとそんな新鮮ではないですよね。ないですね、はい、でちょっとこれを一つずつお伺いしていきたいんですけれども、まあ、政治再建です、はい、実は分かるようで分からない言葉で実は僕昨日の記者会見見てるんで大体分かりますが、はい、でニコニコで言ってももうものすごい視聴者数では視聴数ではあるんですけどちょっと改めて
ょっとお話しいただきたいんですけど、政治再建とは何ですか？はい、これ実は目新しくない言葉尻が並んでるんですけど、それもそのはず、4年前に秋田方市長選挙に出るときにすでにこの3本柱を使ってるんですね。はいはいはい、でなるほど、そこからさらにこうバージョンアップさせたというのが今回になってます。それはバージョンアップというのはご経験、その市長をやられたご経験プラス、はい、やっぱり東京仕様っていうこともある。おっしゃる通りです。もう全くそうです。はい、ちょっとその政治再建とは何か、はい、でも政治再建に関しては秋田方市でも東京都でも、なんならどこか他の自治体でもほとんど一緒だと思います。確かに、はい、というか日本国の問題ですよね。確かに政治に対する無関心、なんなら不信感まで芽生えてる今ね、はい、まさに。でもそれをほったらかしにしてちゃいけないなという思いで4年前会社辞めて、はい、広島に戻ったというところですね。やっぱり、きっかけとしては一人しかいわゆる出馬表明されてなくって、はい、この時チャンスだな、チャンスというか、自分が出ていくべきだと、それって割と身近でも政治家になられてる方はいらっしゃるんですけど、やっぱりそういう方々ってもう学生時代からもう政治家になろうと思ってるんですけど、やはり同じですか？政治家は、いえ、政治家を自分の中で職業としてイメージし始めたのは銀行でアナリストをやっててですね。要するに経済を動かすのはもう政治だ、政治だ、はい、ただすぐ政治の世界に入ろうとは思ってなかった。それこそ銀行員一旦リタイアしてからでもいいかな。でもそれが50、50半ばぐらいですね。銀行員ちょっと早いんで、ね、はい、割と経歴見るといろいろ、あれはアメリカから始まって各国行ってるわけですけど、はい、そういうケースってあるんですか、銀行マンで？あ、珍しい例だと思う、ね、それって、はい、ごめんなさい、あえて言いますけど、なんか石丸さんがちょっと優れてるんでちょっと鍛えてやろうみたいなそういうとこってあったんですかね？これ自分で言うとすっごい恥ずかしいんですけど。どうぞどうぞ。はい、こう抜擢してもらいましたね。あ、じゃあそれはむしろ抜擢されたんですね。はい、ニューヨークにアナリストのポストを新しく作るから、お前が行って作ってこいっていう。ということは突破力ですよね、まずは。そうですね、はい。じゃあ突破力っていうのは、もういいんです、ご自身の客観的に突破力がやっぱり以前からあるってことはもうあったわけでね。認めていただいてたところがあったのかな。だってそれゼロからやるって大変ですよ。大変でした。やっぱ大変は大変だったんですね。それは大変でした。それこそメンタル、フィジカル両方の面で、はい、ニューヨークに行って担当がカナダからチリまで、アメリカ大陸を、チリまでです。地球を縦に半分自分のカバレッジに入れるんですよ。マジですか？これ一人でやれっていうタスクを普通任せないだろうって思いながら行ってやってきました。でもそれってすごい意地悪な言い方相手すると、はい、いやダメだったらしょうがねえしみたいなぐらいのなんかあったのかな、それともお前しかいないみたいな。やっぱり僕にかけてくれてたっていう感じですね。すごいですね。ってことは逆に言うと上司に恵まれたの、はい、もうそれはもう間違いです。だから多分、はい、ごめんなさい予測で言うのはあれですけど年上の人からかなり好かれるんです。でもなんかすごいお世辞とか、ね、よく人たらしってる、はい、そんな感じは全然なくて。あ、そうなんですよ。僕威張っていうことじゃないんですけど、お世辞言わないですよ。言わないですよね。人たらしっているんですねごめんなさい、永田町でもいるんですよでもそんな感じ全然ないんですよね。なんかでもそのなんていうんですかね、普通に考えるとちょっと可愛げがない、足りないんですけども、案外そっちの方が気に入ってもらえるケースもあるのかな。分かる、分かります。僕らも仕事シンクタンクやってた時に、はい、役人といろいろ会うわけですよ、はい、大体調子いい人ってダメなんですよ。初めにうーんとかって言ってる人が割と予算つけてくれたりとかやってくれるんで、なんかよく分かりますねすいませんすいません、質問いただいたので私がそらしちゃっていやいや政治再建なんですけどそこで何をやろうとしているかっていうと、やはり、既得権益って言い方されてなかったと思うけど、いわゆるそのしがらみとかそういうことになりますか？はい、これ順番があってポイント3つほど挙げてたんですね。はい、挙げてました、ね。はい、まず関心を集めると。それは有権者、はい、はい、都民広くですね、有権者を持っている大人はもちろんですけども、はい、子どもたちさえ逃さない、なるほど、はい、でもこれはこれまでの私を知ってくださっている方なら、あ、確かにそうだなと思ってもらえるのかな、はい、でそこからやはり興味関心を持てば何か言いたくなる、伝えたくなるですよね、はい、ニコ動の、ね、こうコメント書き込む方みたいな感じですよ、はいはいはい、ね、やっぱり何かを感じたからその発露が欲しいわけ で、うんうん、でそこまでいったらあとはそれを政策にどんどん注ぎ込んでいけばいいんですね、はいはい、でも注ぎ込む際にうまくやらないといけない、うまくできない例が利権政治でありばらまき事業です。
なんかちゃんと待ってる人がいるのにそこにちゃんと届かないんですよね、うん、自分たちの都合、それこそ政治のための政治みたいな力学だとねじ曲がっちゃう、うんうん、ばらまきっておっしゃいました、はい、昨日の会見でもこればらまきっていうのはつまり結構言葉広いと思うし、例えばばらまきっていうと例えば与党が選挙前になんかお金配ると野党がばらまきだという、はい、あるいは与党がこれは国民のためにいいなと思っている時に実は財務省がばらまきだよなっていう、いくつかパターンあると思うんですけど、はい、石丸さんのおっしゃるばらまきっていうのはどういう感じのばらまきの意味ですか。はい、全体最適を考えていない経済合理性を欠いた政策、その意味で何のお世辞を言っても得がないんですけども、この度小池都政が、うん、低所得者の方向けに給付金、出されたと思うんですよ、はい、お金、あれは丸ですね。なるほど、はい、物価高騰対策として、うん、はい、所得の低い方に対してお金を渡す、はい、これ経済合理性全くあるので、あれをばらまきっていうのはそれは選挙に向けてという、こう読みがあるからそう見えるだけだって、うん、あれ自体は全然悪くないと、むしろ正解だろう。いや、おっしゃる通りだと思います、はい、受け取る側として見たら本当に助かる話なんで、いや本当おっしゃる通りですね。なるほど。でばらまきと続けていただくと、はい、なのでばらまきと、まあ、その背景にある利権の政治ですね、うん、これ利権ね、なんかこう特定の何かに所属してるとそりゃ多かれ少なかれ大なり小なりしがらみがあるはずです。例えば秋高田市だって、はい、いやそれ全国関係ないっていう一つだと思うんですけどね、はい、利権なんて言ったら、はい、まあね、そんな人口 2,3 万にしたってどこにしたってありますわね、はい、はい、あったと思います。そうですね、なので自分のやるべきことが明確に意識できました。これまでの主張じゃ絶対できなかったことを、でもやらないといけないことをやる。なるほど。すごくシンプルでしたね。なるほど、はい、ただこれやるとものすごい反発反感を買います。買います。だって東京都したら福間伝と言われてますから、要は市長に見つからないようにやる、ごめんなさい、これ東京都のこと言ってるわけじゃなくてね、はい、トップの人に分からないようになんかうまくこうやる場合だってありますよね。大変だな。でもそこをやる人間を政治家に据えないとみんなのためにならないですよね。でそこで何か組織に所属してたり支援を受けているとみんなのためにせずその人たちのために動いてしまうので、そこは一番最初に弾くべきチェックポイントじゃないかなっていうのが個人的な思いです、はい、いやいや、もうそれ絶対で、その後政治再建的には何かありますか。あと3つ目か。はい、今のがポイントの3つですね、はい、なるほど。注意を向けて、はい、民意を集めてで政策に投じていく。でユーザー的には、はいはい、まあ、昨日の会見でもコメント見てて若干あったんですけど、さらにもう1歩、さらにもう一歩その先ですね、はいはいはい、それはどう考えてらっしゃるのかっていうのはぜひ、うん、多分ユーザーの方も聞きたい、はい、つうのはね、ニコニコって口悪いんですよ。僕もそうですけど口悪いんですけど、はい、ちゃんとこう説明するとすごく分かってくれる、うん、中には工作員的な方もいらっしゃるかもしれないけど、いわゆる何だろう、政策をすごい聞きたかった。はい、はい、ぜひ、ね、なんか一例として、はい、例えば一例、今ポイントの一つ目に挙げた、はい、都政の見えるか分かるかというポイントだったんですけども、はい、あれで言えば SNS、YouTube の活用で、うんうん、秋田方市でやってた以上のことを東京で絶対できます。だって秋田方市2万7000人しかいないところで、チャンネル YouTube のチャンネル登録者数26万人。いや、これも最多ですよね日本一です。実際日本一ですよね、はい、で東京都の方が下なんですよ。そうか、東京都より秋田方の方がチャンネル登録多いんですね。あ、そこは見てなかったな、はい、で私の自分自身の X のフォローが今43万人、はい、で蓮舫さんにもうすぐ追いつくかみたいな感じですよね、はい、で、はい、もうあとはこれ東京都にはめたらもう何倍かになってると思いますので、おそらく私が、ね、またライブ配信とかでやれば、まあ収益化したらそれこそ実質0円知事とかそれいいですね、待遇ね、給与半額とかせこいことを言わなくても自分で稼ぎますみたいな。それ面白いな。これあえて公約には入れなかった、言わないです、公約者は言わないですけど、はい、実質0円首長ってできちゃうんですよ。でも次の人も大迷惑ですよねやりにくいですよね。やりにくい。それとはまだ半額の方がね。小池都知事だって今は確か半額ですよね。半額なんです。はい。それゼロになるわけ。はい、あ、でも僕は半額とかなんかお金もらえませんっていうのは本来的に良くないと僕も思います。はい、いや、もらうものは対価なんで。そうです。胸を張ってもらうべきなんです。だって知り合いでもタダでいいって言っても、いや、タダでいいって言うと責任負わないみたいなところ。そうなんですよ。あと、じゃあ生活どうやっていくのっていう、なんかじゃあ何かあるのかなとか考えちゃうじゃないですか。責任は持たないんじゃないその代わりみたいな。ですよね。
だったらちゃんとそれはもらうだけもらって、はい、仕事で返すってのがプロフェッショナルですよね。そうですね、はい、まあ、別に YouTuber のプロを目指してるわけじゃないんですけどいやでも結果が面白い。私は秋田方市のインフルエンサーとして、はい、YouTube を介して自分の給料以上を注ぎ込みましたから。おお、なるほど。確か去年の秋から収益化してたった半年かで自分の年収上回る、はい、広告収入になりましたね。当時のその首長の年収ってどれぐらいの。1400〜500万ですね、秋田方市の巡りで。決して多くもなく少なくもなくないのかな。でも YouTube の収入が毎月200〜300万ぐらい。すごいですね。あのスパチャとか込みですよ。でもそういうのって、はい、だからさっきの話じゃないけど、僕石丸さんのすごいところっていうのは多分どうなんだろう、初めてお会いするんであまり予測は良くないと思うんですけど、ある程度自分でこうありたい、こういうような戦略っていうものがあって、はい、っていうところなんです。それともとりあえずやってみよう、要するに歩きながら考える、走りながら考えるタイプなのか、それとも割と設計図しっかりしてやるのか。戦略を練るタイプです。お、はい、でもそれ以上の効果ですよね、今も含めて。そうですね。ただこれは考えずに歩いてて得たものではなくて、一歩一歩考えながら歩いた結果ここにたどり着いたという感じですね。僕ね、そういう人って実はいそうでなかなかいないと思うんだよな。あ、はい、まあ、自分のことで言うと、うん、はい、まあ、戦略は描きます、うん、まあ、仕事はほぼ 100%、うん、今日もインタビューさせてもらったりとかってあるんですけど、はい、他の自分の夢とかっていうのは大体うまくいかなくてあ、なんか夢とか趣味っていうのはあるんでしたっけ。漫画も好きですし、スポーツもトライアスロンぐらいはやるんですけど、まあでもそれは全部が全部思い通りにはいかないんですけども、これぞと思ったことに集中すればそれなりにコントロール効くかなっていう。なるほどごめんなさい、あの制作の話でまた途中あのごめんなさい、はい、なので、なんだっけ、さっきの見える化があって、はいね、YouTube、SNS の活用っていうのはそれで。いや、議会なんか見せたら面白いですよ、めちゃくちゃ。どこなんですよ、一人与党、一人与党とかはい、だってあの多くの方は国会はテレビで中継されてる、テレビでニュースされてるので見ると思うんですけど、はい、うん、都議会ってまず見ないんじゃないですか。見ないし、今最近見てないですけど、多分映像も荒かったりとか、すごく荒かって、うんうん、なかなか見れなくって、昔あの猪瀬さんが問題を起こした時は、はい、確かパンクぐらいになったはずですよあの同説多くてなんかごめんなさい、記憶違いだったら申し訳ないですけど、うん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 、なかなかそこは見えないですよね。それを見えるかっていうのはめっちゃ大きいと思いますね。ね、だって秋田方市の議会だけでも20万再生とかすごいですね、されてるのがあるんですよ。でもそうするとやっぱりなんていうの、都議の活動とか発言も見えることによってやっぱり本当見えてきますよね、政治。圧倒的に政治参加が進みますですよ、ね、明らかに。でやっぱね、これで言うとやっぱりメディアを批判ではないんですけど、はい、やっぱりメディアっていうのは特に新聞だと要するに面積が限られてる、ね、はい、どうしても政策より政局の話になって、うん、わかります。でそういうなんていうの、機微みたいなものってやっぱ伝わってこないじゃないですか、はい、だからもうオープンにしてもうメディアとかそういうことじゃなくて見てもらおうっていうことですよ、ね、ですね。一次情報に簡単に接せられる時代になったんですから。いや本当そうだ。そこをうまく使うっていうのはお互いにとっていいことじゃないかなと思います。いや、よくわかります。あ、よかった。ね、はい、はい。